HD75898 は地球から山猫座の方向に約255光年離れた位置にある8等級の構成である。HD75898 は質量を半径が共に太陽よりやや大きい G 型主系列星でスペクトル分類は G0V 型に分類される。2007年にドップラー分光法による観測で HD75898 を公転する太陽系外惑星 HD75898B が発見された。HD75898B は1年以上の公転周期で軌道を公転しており、少なくとも木星の2.71倍の質量を持つ。視線速度の観測では、さらに遠方に別の惑星や褐色外星、 万性のいずれかが存在する可能性が示されている。2007年に HD75898B の発見を報告したロビンソンらはこの天体を便宜的に HD75898C と呼称している。HD75898C が構成、もしくは褐色矮星なら17から 470AU 離れた軌道で それぞれ光転周期58から7400年と18から1900年の範囲内、惑星なら3から 65au 離れた軌道で、光転周期4.5から18年の範囲内を光転する余地がある。2018年に発表された研究では、HD75898C の加減質量は2.9倍、光転周期は6066.4日とされた。 2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM e エ e セ o ー l ズ s プロジェクトにおいて HD75898 系は、クロアチア共和国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、 クロアチア国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD75898 はストライバー、HD75898B はベレスと命名された。これらは、 スラブ神話の地上と冥界の神の名前に由来しており、ストライバーは、クロアチアのサッカイバーナブルリッチイコールマジュラニッチの著書、昔々の昔からに登場するキャラクターでもある、スラブ神話の風の神の名に、ベレスは大地、水、そして、冥界の神の名に、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。